まず家の手伝いでよくすることは、まあそうですね、まあ、子供の風呂入れ担当ではあるかもしれません、はい、そして将来息子さんと一緒にしたいことはありますかということなんですけども、何でしょうね。まあ基本僕のスタンスは子供の、ね、人生は子供のものですので、何か息子が将来夢見たことがあれば、夢に向かって、頑張ることが見つかったなら、それをね陰ながら支えたいなとは思いますけれども、でもそうですね、そういう傍ら単純にいろんなところ旅行したり思い出作りはいっぱいしたいなとは思いますよね、はい。今日はこちらに質問カードを用意していただいたので、一つずつ答えていきたいなと思います。こんなにあります、はい、まずじゃあ一つ目こちらですね。一番好きな台湾の場所はどこですか、また家族旅行のいい思い出を教えていただけますかということなんですけれども、台湾の好きな場所、台湾の好きな場所は単純に場所というより台湾の気候が好きですね。なのでどこにいてもすごくハッピーなんですけども、台湾にいるとはい、まあ、でも家族旅行でいうと、もちろん9分とか10分とか、まあ、お寺とかもそうですし、夜市も台湾の観光名所というところはもうほとんど行かせてもらったので、はい、日本から来た際にはいろんな人アテンドできるんじゃないかなっていうぐらい台湾は詳しくなりました。また今回アキラさんが出演したシェンミンウーチンハンのロケ地は台南でしたが、どこかおすすめな場所はありますかということで、まあ、僕自身は安平ですかね、はい、安平で、いろんな、ね、方々と触れ合って、また安平の場所も素敵ですし、その周辺に、ね、こう住んでる住民の皆様も本当に心温かくて、安平台南が大好きになりました。唯一一つだけこれを見てくださっている皆さんがですね、安平に行った際にはぜひそこで写真を撮ったり、記念撮影をしたり、まあ、観光スポットになってほしいなっていうポイントがですね、僕が安平のある場所に壁にですね絵を描いたんですよね、はい、シーサーの絵です。これはですね、僕が描いた絵ですので、ぜひ安平に訪れた際には記念撮影してください、はい、じゃあ続いていきましょう。続いてはこちら、まさにこれはシェミウーチーハンの、ね、撮影中の写真ですけども、料理が得意だそうですが、最近、天気は暑くなり夏に近づいてきてますが、家族のために夏バテに効く料理を作ったりしますか、また台湾料理で苦手な料理はありますかということなんですけども、そうですね、料理作りますね。で、まあ、日本だと、まあ、そうめん、ジャパニーズそうめんですね、夏になると冷やしそうめんを食べてね、体をこう冷やしたりするんですが、台湾の皆さんに、台湾にあるかどうか分かんないですけども、日本ですと流しそうめんって言って、高いところから、まあ、竹の筒であったり、まあ、僕たち小さい頃はペットボトルをカットして、こういうふうにね、何ですかね、流れる、こういう何ていうんですかね、こういうレールといいますか、トンネルといいますか作って上からそうめんを流して、で流れてきたのをキャッチして食べるっていう流しそうめんっていう食べ方があるんですけれども、まあ、そういったものは子どもの時の思い出でありますので、ぜひ台湾の皆さんにお勧めしたいですね。そして台湾のね、苦手な料理ということなんですが、実は僕はありません。ただし台湾、日本に限らず牡蠣が食べれません。はい、続いてはこちら、自分自身が一番魅力のある部分はどこですか、また台湾の芸能人でかっこいい人といえばワン・ヤンミンさん、サニーですね、がよく取り上げられております。彼だったら魅力のある部分はどこだと思いますか、アキラさんから見るとかっこいい、そして共演したい男性も教えてくださいということなんですけども、
まずは自分の魅力ですか。なんでしょうかね。自分だとわからないです。ぜひ視聴者の皆さん、僕の魅力をインスタなどにつぶやいてください。よろしくお願いします。そして芸能人のね、あのかっこいい方といえばワンヤミンさんと言われてるらしいんですけども、もうサニーは僕のもうブラザーですね。今回一番仲良くなった仲間なんじゃないですかね。もちろんみんな仲良くなりましたけれども、年齢も近いということもあったり、またどこかね、初めて会った感じではないと言いますか、なんかソウルブラザーズ的な感じのバイブスを感じる方だったので、すごく素敵な出会いでしたね。はい、そうですね。あとは共演したい男性芸能人はどなたですかということで、いやもう台湾で活躍されてる皆さんは本当に、もちろんサニーもそうですけども、みんな素敵な方ばかりですが、僕が所属している LDH という会社にフィルムディレクター、映画の監督も所属したりするんですが、台湾のねシャンチェンさん、だったりもですね、撮影していたみたいですので、以前から台湾といえばシャンチェンさんというイメージもありましたので、いつかねタイミングがあったらご一緒したいななんても思ってたりもしましたけども、その他以前エグザイルというグループで自衛長さんなどもご縁があったり、あとは自分の親交がある以前日本人なんですけども、以前台湾で活躍されていたディーン・フジオカさんなどもいますので、台湾には本当に素敵な男性がいらっしゃいますので、いつかね何か機会があったらご一緒できたらいいなと、日本台湾のオリジナルエンターテインメントでアジアに世界に発信できたらいいなとは思っております。はい、続いてはこちら、これは家族ネタですかね。はい、パパになって家の手伝いで得意なことは何ですか。また、息子さんにダンスを教えますか。将来息子さんと一緒にしたいことなどありますかという質問なんですけども、まず家の手伝いでよくすることは、そうですね、子供の風呂入れ担当ではあるかもしれませんね。はい、あとですね、息子にダンスを教えますかということなんですけども、どうでしょうね。でも本当に体を動かすのが好きなので、うちの子に限らず子供ってみんな元気なので、そういった意味ですとダンスで一緒に遊んだり、またあの子供番組で、よく体操のお兄さんとかが教えているような子供のダンスとか、そういったものも、一緒に踊ったりもしますので、はい、今はねそういう形で踊りますけども、今後はどうなんでしょうね。そして将来息子さんと一緒にしたいことはありますかということなんですけども、なんでしょうね。基本僕のスタンスは子供の、ね、人生は子供のものですので、何か息子が将来夢見たことがあれば、夢に向かって、頑張ることが見つかったなら、それをね陰ながら支えたいなとは思いますけれども、でもそうですね、そういう傍ら単純にいろんなところ旅行したり思い出作りはいっぱいしたいなとは思いますよね。はい、